はい、全部のね費用以外がむき身になりました。こんな感じですよ。残骸こんな感じこんな感じこんな感じ、ほんと綺麗です。はい、それではですね、全部むき身にしたこれですね、100機ぐらい費用以外これ全部ね、ウロを取っていきます。まずウロですね、この黒いやつね、まあ好きな人はこれコクがあってうまいんで食べてください。ちょっと私的にはちょっと結構苦手なんでね、これ全部外していきます。この紐はうまいんでね、取っておきましょう。こんな感じでバッカリーナとねいう感じで取れたらボンみたいなね、感じでいきます。はい、このねこのウロを取って、で紐は残しておくとボンみたいな、で取れたらバンみたいな。はい、それでは日泳ぎ外第2部スタートしましょう。今回は苦いですね。はい、ね大きめのお鍋にお湯たっぷり沸かしましょう。まあそれでまあ直に出汁から煮ちゃってもいいんですが、私個人的には不純物が入ってる場合があるんですよ、このベロベロの間とかに。だから一回ねこれで湯振りしちゃいます思ったね。はい、こんな感じでガツンガツンパラライト、おおおおおおわ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 お、はい、こんな感じでね軽くねガツンガツンとねやりましょう。これでだいたいね、砂とかがもうね全部下に沈んで、あとはザルでこすれば OK グッドよってことになります。じゃあもうこれね開けちゃいますよ。はい、茹でこぼした表記貝ですね。はい、綺麗になりました。これ長時間やっちゃうと貝の旨味がね飛んじゃうんでね、ほんとささっと湯振りしてすぐにねザルに開けましょう。はい、それではこれをねお鍋の中に入れます。でお鍋の中にはあらかじめね黄金だしが入っております。そうしましたらここで展開一発ですね。はい、そしてこれらがブクブクと言い出したら味付けに入りますよ。ではまた後ほど。はい、ヒオウギ貝の方ですね、いい感じで沸騰してまいりました。それではね、早速味付けの方に入りましょう。まあ、黄金だし、とりあえず4、ね、4入ってます。って感じで、であとは砂糖1ね。うん、一番最初に砂糖入れようね。うん。じゃないと、最初から醤油とか入れちゃうと、あれなんですよ、味がなんか染み込まないっていうか、辛い味が先に染み込んじゃうから、お料理のほらあるじゃないですか、サシスセソみたいなね、次に甘いのみりんね、これも1、だし用に対して砂糖1、みりん1ときたら酒ですね。はい、本酒、はい、これもねお口に入れたいところですが、これも1と。はい、そして最後ラスト醤油ですね。はい、お醤油も1と。はい、こんな感じになります。あとはね、中火ぐらいでガツンガツンパラライカとね、茹で上げてまいりましょう。黄金だしが4入ってるんでね、それがどんどん蒸発してね、調味料お砂糖みりんお酒醤油ですね、この味がガツンガツンと入っていい味になると思われます。でたまにねアクが出たら作ってあげてください。それとねちょっと煮込みますよ。アルミホイルを落とし蓋にして約30分煮込みました。もうだいぶね黄金だしが減ってどうなのか、こんな感じですね、こんな感じね、結構弱火でね煮込みました。強火にするとぶっくんぶっくんねまたいきます。でこれ本当は冷やしてから食べると味が入って美味しいんだけど、とりあえず食してみますかね。うまそうだねこれね、コロコロコロリンコロリーナー、最高ですね。きっとちょっと温めてテーブルの方に運んで食してみましょう。すごいね、これ何個あるの、大変だったな、本当大変だよ、100個近くあった。はい、テーブルの方にですね日泳ぎ貝見つけね運んでまいりました。それではね早速いただきみましょう。ちょっとね、しまってちっちゃくなっちゃったけど、これがまたうまいんですよ。いただきまーす。柱だけだね、これね。よし。熱いよ、絶対に。うん、
マジうまいです、やめられません、最高です。ホタテもうまいけど、ヒヨウガイもね、ね、カレーもうまいけど、おせち、あ、逆に、おせちもうまいけど、カレーもね、みたいなね。ということで、本日はね、ヒヨウガイ2種類ね、バター焼きと煮つけとね、やってみました。ということで、失礼いたします。と、その前に、動画アップのモチベーションをアップするために皆様の温かい言葉一票入れていただければ幸いかと思います。それでは失礼いたします。もう外は暗いよ、良い夜を。じゃあね、またお会いいたしましょう。ひろぎあい最高。